べています。ワシントンのブルゴー記者に中継で伺います。ブルゴーさん、詳しい情報は入ってきていますか？はい、現在対リビア政策をめぐる関係諸国の代表会議がアブダビで開かれていますが、会議に出席しているクリントン国務長官が政権移行の可能性が出てきたと発表しました。現在カダフィ大佐と直接話し合いが行われているとは言っていませんが、側近との対話が行われているということです。すでに明らかになっているように関係諸国はカダフィ大佐の息子と接触しており、今回の話はこうした対話が実りつつあるということかもしれません。軍事的な圧力と同時に政治的な圧力も強めていくという方針に変わりはありませんが、今回新たな展開が期待されます。しかし多くの専門家は今もなおカダフィ大佐は政権を手放すくらいなら殉教者としての死を選ぶだろうと言っています。国民教育省は今月末に